はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の続き、じゃあ続きなんですけども、昨日が前回のね続きなんですけども、1年前の3月8日から、抗がん剤ね、寛解導入療法というものを開始しました。それに対する、それに応じて、貧血、血小板減少に対しては輸血を行います。そうそう、毎回その抗がん剤をしながら、輸血はしてましたね。血小板と、赤血球か、細胞を殺しながら血液を入れるっていうね作業を、1週間ぶっ続け、8日間ぶっ続けでするんですけども、その1日の流れとしては、最初に、抗がん剤をする前に、抗がん剤で その吐き気とか嘔吐、副作用ですね、それを防ぐための抗生剤っていうのを、15分ぐらいやって、で それが終わったら2つね、2つ抗がん剤をやってました、同時に。最初はね、すごいオレンジ色のなんか美味しそうなオレンジジュースみたいなやつやったんですよ。それちょっとよく覚えてますね。1回目のねやつやったんですけども、それをやってて、30分それを入れて、あとはその24時間23時間30分はもうずーっと白血病の細胞が増えるのを抑える働きがある抗がん剤を入れるというわけですね。最初のそのオレンジ色のやつも、もちろんこう白血病の細胞を抑えるための働きがある抗がん剤なんですけども、それをこうね8日間入れていきますねっていう流れでやってます。どれも、午前中に10時からか朝10時から抗がん剤を入れて、午後から輸血が始まると。だから朝に3つやって、で2つ終わって1個つながれたまま、昼からなんか赤十字センターから血液、輸血の血液がね届くんですよ、詳しく言うと。なので、昼からなんですけども、赤血球がいるときは赤血球、白血球がいるときは白血球を輸血しながらやっていきます。一日の流れとしてはそんな感じですかね。またその抗がん剤に対する副作用もあれば、僕の場合はね、血小板を輸血してもらうときにもちょっと副作用が出たりしました。それはそのちょっと蚊に噛まれたような痒くなるとかいうのが、こうかいなってなるのが出てくるぐらいなんですけども、それは割と僕はすぐ出てきましたね。それも人それぞれなんですけどもね。で、抗がん剤が1週間8日終わった頃に、熱出たりとか、ちょっと吐き気が出たりとか、下痢になったりとか、ご飯食べられへんかったりね、口内炎とかっていうのが出たりします。看護師さんにね、こう口を酸っぱくして言われるのが、手洗い、うがい、歯磨き、3食終わった後に歯磨き、ジュース飲んだ後に歯磨き、お菓子食べた後に歯磨きっていうふうなことを言われて、すごい口腔衛生をすごい言われましたね。他のことに関してはそこまできつく言われなかったんですけども、自分で身を守れることは必ずやってくださいって言われました。そんなもんですかね。抗がん剤、一発目の抗がん剤、その一発目の抗がん剤が一番きつかったかな。能力が
高い、強い、効力かが強いって言われてましたけども、まあ別に一発目のその抗がん剤に関しては正直その血小板の副作用だけぐらいしかなかったんですよね。抗がん剤による副作用はそこまでなかったです。まあ、それでそのまま1ヶ月間ちょっと様子見なあかんのですけども、その抗がん剤やって1週間やって、入院期間が1ヶ月半やったんかな。まあ、副作用が出るよって言われてんのがそのまあやってから3週間4週間後の期間は出るっていう風に言われてたんで、まあ、入院せなあかんし、もちろん免疫力も下がってるし抵抗力もないし輸血もせなあかんしっていうので、その期間1ヶ月半ぐらいの期間は必要やつみたいです。で、大体多くの患者さんはそれで寛解の域にまで入りますよって言われたんです。でも僕はその寛解導入療法で寛解しなかったんで、その時点で寛解導入方法で寛解しなかったんで、もう先生がパンってこう切り替えたらしいです、考えを。もう骨髄移植進めていきましょう話をと言われまして、3月の、抗がん剤始めて終わって4月の半ばかぐらいにも家族呼ばれて、その骨髄移植の話をされてドナーさんを探してもらって、ではそこから3、4ヶ月ぐらい経ったんかな。でドナーさん見つかったんで移植しましょうっていう風になって流れなんですよ。でそのまでの間はもちろん白血病細胞をこう増やしたらあかんので、5月6月7月とやりましたね、抗がん剤。5月の1週間6月の1週間7月の1週間でやって、白血病細胞増えるのをこう抑える抑える抑えるっていう風に治療をずっとしてました。なのでもう半年以上は抗がん剤漬けでしたね。まあそんな中でもね、ちょいちょい1週間は帰れる日があったんで帰ったりとかしてたんですけどね。まあ最初にやった抗がん剤はまあそんな流れでした。まあ今日はそんな感じでございます。うまく伝わったことが分かんないんですけど、ご理解いただけたらなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。